育児休暇というのはかなりその他の企業さんに比べても早くから充実した育児休暇が取れるようにはしておりますし、復職した時にできるだけこうハンデが少なくなるような方法も考えておりますし、から男性の育児休暇というのもここのところ少し増えてきておりますから、まあそういう休暇面においては制度としてはできているとは思っておりますね。女性の管理職への登用というところで一応 20% という目標を掲げてましたけど、前倒しで達成もできておりますが、まだやはり低いじゃないかと思いますね。銀行というのはやっぱり女性の比率が高い職場でもありますから、改革というかそういったものはやはり、まあ、率先してやっていかなきゃいけないと思ってますね、はい。